コロナの間ずっと新しい習慣を学んだ、新しいやり方を学んだ、困っている人たちを助けた。今12歳以上の人は誰でもワクチン接種でニューヨークを守ることができる。その調子でマスクをしよう、ソーシャルディスタンス、そしてワクチンを接種しよう。